タイミングで始めてちょっとばかり生きてみようかな」「でも明日が怖くて引きこもる」 こんな僕でごめんね。パパとママにありがとう。ああ。学校に行くのはもうやめた。会話をするのが怖くなる。こんな毎日が続く。 きっと一人きりでもねまだね」 されなくてもいいよ期待されないくらいが楽だから周りと比べると自分が弱く見えるけど大丈夫僕なら大丈夫そう願っていたのはいつの日だっけなでもね、まあ Oh, 明日には生きているのかな明日から」